ッチェルです。はい、今日は私最後の挑戦をしたいと思います。無理は承知なんです。分かっているんですよ。いろいろ考えました。本当皆さんからいただいたアドバイスを踏まえていろいろ考えたんですよ。いろいろ考えた結果このチームで行きたいと思っております。きっと何か間違っているんでしょうけど、最善を尽くして私が一生懸命考えた結果これしかないと。バーニングファイトってやつがあるこのピコロさんと、昨日感謝祭でいただいたピコロさんですね、とこのスーパーサイヤ人孫悟空マイティマスクちゃんとベジータ王、この4人にはバーニングファイトがあったんですよ。うん。でもってブロリーさんが力属性の赤だから、とりあえずリーダーはこの青のスーパーサイヤ人2孫悟飯にしてみました。でもう一人青がいいなと思ったけど大した人がいなかったので、このスーパーサイヤ人トランクスちゃん、彼を覚醒させて持ってきました。ちょっとね、わかんないのよ。わかんないけど、いろいろ皆さんに教えてもらって紙に書いて考えたんですよ。私がこの並べた順番 1,2,3,4,5,6、 1番と4番と5番と6番に来る人がなんとなく重要なんじゃないかって思ったんですよね。あれでしょ、ブロリーさんは1ターン置きぐらいに来るわけでしょ。で、前回私がやった時最初の2ターンは来なかったわけよ、ブロリーさんが。ってことはブロリーさんがやってくるのは3と5と7とこの奇数でやってくると予想してみた。うん、まあ、1回しかやってないから何の統計も取れてないんですよ。まあ、きっとそうかなーなんて勝手に思って。なので3ターン5ターン7ターンぐらいまで、まあ多分この辺には死んじゃってるんで、私どっかで瞬殺されてるんで、まあ7ターンまでしか考えておりません。私勝つことは考えておりません。ただ前回一発目で何も考えてなかったために一発目でやられてるんで、せめて一発は生き残ろうというそういう目的でございます。多分ね、まずこの UR スーパーサイヤ人2孫悟飯ちゃんから始まり、悟飯ちゃん、マイティマスク、トランクス、この3人から出てくると思うんですよね。で、ここは攻撃を受けないからトランクス、彼がいてもまあいいかなと思ったの。で、2ターン目に来るのが多分3番目のピッコロさんとフレンドさんと悟空、なんか金髪の悟空だと思うのよ。で、3ターン目にブロリーさんにやられる回で来るのがベジータ王と、あ、やばいな、この補足できてやばいな、ベジータ王とスーパーサイヤ人2孫悟飯ちゃんとマイティマスクだで来るはず。そうなると耐えられんじゃないかなって。本当はね、もっとねバーニングファイトの人がいればもっと良かったんだけど、いないから、まず一番最初のブロリーで重要になってくるのは、私の UR のスーパーサイヤ人2孫悟飯ちゃんが耐えられるのかどうか、ここにかかってくるんですよね、きっと。で、ここもし耐えたとしたら、4ターン目に来るのはトランクスさんとゴロさんとフレンドさんでしょ。で、また次に来る5ターン目で来るのが悟空、金髪悟空と、またあれだな、 UR リーダーが間違ってんのかな。リーダースキルのことを考えると、やっぱりスーパーサイヤ人2孫悟飯ちゃんしかいないかなと思うの。そうで、5ターン目にはその来るのが金髪の悟空とスーパーサイヤ人2孫悟飯ちゃんとマイティマスク、うん、この辺まで耐えられればまあいいかな。もうね、頭ごちゃごちゃになってきたから、もうやる、そうしよう、そうしよう、そうしよう。いくらごちゃごちゃ考えても勝てないもんは勝てない。行きましょう。はい、フレンドさんじゃなかったんですけれども、たまたまバーニング
ファイトをお持ちのスーパーサイヤ人トランクス、彼がいらっしゃったので、ちょっとフレンドさんじゃないんですけど、ちょっとお体お借りいたします。これいいんじゃない？これもいいんじゃない？よし、これでいこう。瞬殺だけは避けたい。勝つ気はございません。ええ、瞬殺は避けたいんです。私は行きましょう。さあ行きましょう。もうこれ以下のはキャラになっちゃうかな。とにかく私はこの地域力、これを上げるやつが取りたいんですよ。私の法則崩れたり、そういうことね。わかった。次で攻撃来るのかな。でもこの一番最初、一番二番は2ターン後に来るんでしょ。2ターン後にはもしかしたらブロリーさんが来るかもしれないから、でもこれ誰でもいいか。あ、ちょっと弱めなのかな。これでいくかな。うん、待った待った、最初にアイテムでこれなんだっけ、まだいらない、これをしとけばいいのかな。3ターン、どうせ3ターンか4ターンくらいしか生きてないから私、なのであらかじめこれをしておきの、それでもダメか、やっぱり色が違うからダメか。ダメだ、待ってよ、真ん中誰だったっけ、今金髪かな、あの人しか攻撃がいってないね。もう分からなくなったぞ。むむむむむ、こっちか。これだけ、そうか、もう分かんなくなっちゃったな。これが一番いいのか。彼は捨てだな。あれ？
これ3ターン目だよね。あれ違うっけ。まだ来ないよブロリーさん。私が考えてたのと全然違う。はしないってこと？そうなるとこの子の方が耐えられそうだよね。うん、この子が一番いいのか。バーニングファイトで青で、そういうことだ。うーん、いいでしょう。待てよ、あれ使っといてもいいのか。使っとこう。そっか、さっきの身の効果はもうないんだ。これでいこう。あーでもなー、出ないんだ。こっちで行ってみようかな。あ、落ちてこないよね。そうだよね、やっちゃったな。ダメだな、倒せはしないね。マジで私がどれだけ耐えるかっていうだけの話ですね。うん、彼しかいない。全部一緒だね。うん、これでいこう。彼なら耐えれるはず。うん、なんか耐えるだけの戦いだねこれ。次に来やすいってことでしょ。いっか、
こっちだな。よし。でも大したあれじゃないんだよな、この彼の必殺技とか効かないんだよね。必殺技出してこれでしょ。あ、また来た、どうしよう。いい具合にこのフレンドさんが来てくれてるな。そして全体攻撃がないことだけが今の救いですね。生き返っとこ。そしてしといた方がいいかな。いや、行こう。わあ、もう玉の並びがひどいな。ちょっと、いやー、ひどい、これはひどい。あ、耐えた？耐えたね。フレンドさん超いい仕事してるよ。こうだな。でも全然あっちにダメージを与えられてないところが問題なんだよな。いつまで戦わなきゃいけないのって話になっちゃうもんね。ねえ、これっぽっちずつだもんな。終わりませんよ。また来たけど、フレンドさんがすごくいい位置に来るね。そうだな、使っとこう。あれ、大丈夫かな、ここで使っちゃって。いや、やめとこう。もしかしたらこの後全体攻撃来るかもしれないから、その時に取っとこう。うん、危なかったで。だけど、どういうこと？なんで、なんで遅いの？お願いだよ。あ、少しだけさっきよりはいい。あー、もう俺で行こう。なんか戦い方が地道すぎるかな。
地道だな本当に。来た来た来た、なんかいい具合に彼来てるぞ。うん、こっちだな。これでも回復しとかないとやばいな。あら、全体攻撃はないわけ。あ、めちゃくちゃ。でも確定しても彼はダメなんだよな。やめて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 。あ、結構頑張ってくれたな、なんか。うん、待ってよ、あっちの必殺技みたいなのが来ても2万1000いくらとかでしょ。しなくてもちょっともう一回ぐらいいけるね、これ。こっちだな。いや、なんか失敗してんな。まあいいか。うん、まだまだだ。あー、びっくりした。これしかないな。怖いよー。あー、何分間戦ってりゃいいんだよ。弾の並びはずっと悪いしさ。ダメだな、攻撃が弱すぎるな、ちょっと。あら？今気づいたんだけど、バーニングファイトっていうのは3人が揃ってやっと発動するもの、もしかして。なんか私ちょっと勘違いしてたかも。分かんないからこれでいこう。地道。来たよ来たよ。わあ、全体来るんじゃないこれ。来たよ来たよ、怖いやつ来たよ。やべえやつ来るよ。まずこれで回復 C の。これで安定させとこう。うん、これしかない。もう
あーもう20分以上戦ってるよ私。お願いよ、耐えてよ。ダメだな、もうこれアイテム尽きたら終わりだよ。これしかないんでしょ。3ターン、もう3ターンも生き残ってるか分かんないよね。使っちゃおう。待てよ、玉の並びが良くないな。この後にしようか。あーせめて玉の並びぐらいいいな、ちょうだいよ。10ずつとかじゃ勝てないって。あー怖い、来るな。全体じゃないから大丈夫。お、あーいい感じの来た。よし、アイテム使い果たすかな。よし、まずこれで。よし、3ターンもどうせ生きてない、使っちゃおう。ただね、弾の並びがどうせ良くないっていうね。これでいこう。もうダメだな。やべえ、待てよ、耐えるには青の方がいいけど、このバーニングファイトがある人たちの方がいいのかな。でもリンクスキルだもんな。よし、勝手に出よう。よし、もうお願い、本当にお願い、ちょっと耐えて。やば、やばい、超やばい。これはどうしよう、もう困ったぞ。
よし、これでいこう。あ、もうこれはダメだな、勝てないよ。あ、来ちゃった、来ちゃったよ。でもまあここまでよく頑張ったと思う。うん、もうなんもない、よく頑張ったよ。これはもう瞬殺のやつじゃん。あ、そう、頑張ったよね。いや待ってよ、でもアイテムがない限りこれ何回やってもダメだわな。やめます、諦めます。粘った方だと思います。はぁ、わかった。あのね、フレンドさんのあのトランクス、あいつは素敵だったね。あの人があのブロリーさんの攻撃の回に出てこなくなってから歯車が狂い始めましたよ。あー、頑張ったんだけどな。でもまあもう悔いはない、どうせ勝てるあれではなかったしね。頑張った、頑張ったと思います。皆さん、当然のごとく私はブロリーさんには勝てませんでしたが、粘ることはできました。皆さんならもっときっと勝てるはずです。諦めずに頑張ってください。みんなのアドバイスのおかげでここまで来れました。ありがとうございました。我が人生に悔いなし。